さん、左足をゴーストモーションでリズムを刻む場合、C 部、8部、どちらがいいですか？曲によって変えてますか？すごいゆっくりの場合は、8部でやってもらっていいと思いますね。だから、テンポがすごーくゆっくりな、例えば、毎日毎日僕らは鉄板を、もしやるとしたら、なんか、この時は、でやってもらってもいいと思うし、まあ、ちょっと早めの曲とかは、こう支部で撮っても、まあ、ありなんじゃないかなと思いますかね。で、まあ、もちろんその支部で撮るときと、この、あと8部で撮るときって、その体のノリというか、そのフィーリングが変わるので、なので、8部で撮って、た方がちょっとなんていうのかな、こう、なんやろ、ノリノリ感が出やすいのかなと思います。いうなんかこのノリノリ感と、あとなんかちょっとゆったり感。ノリと支部で撮ったの時のノリを、まあ、若干ちょっとこう使い分けれると、あ、ここでこうしたろうみたいなのがいけるんじゃないかなと思いますかね。はい。